境内風景、長寿社、阿弥陀堂本堂本堂平面図泰山寺は、兵庫県神戸市西区にある天台宗の寺院。山号は三、宮間。本尊は、薬師如来と十一面観音、開基は、藤原馬開と伝える。震災国33箇所、第25番札所。播州泰山寺縁起によれば、元正天皇の直願寺として、令亀2年に発願者である、藤原鎌足の孫の藤原馬開が、同等伽藍を建立したとされる。開山は、勧誠開山として、藤原鎌足の長男、上衛としている。創建時の建物は、弘安8年の火災で焼失しており、現存する建物はそれ以降に再建されたものである。開山とされる上衛は、藤原鎌足の長男で、若くして出家し、遣唐使と共に、唐に渡った。生涯について、謎の多い人物で、没年についても、日本書紀、藤士家伝は、天智天皇4年、元公爵所は和道7年とするなど定かでない。泰山寺の境内及び周辺からは、上衛の時代まで遡る、遺跡、出土品等は確認されておらず、実際の創建は、平安時代に古と見られている。南北朝時代の建武元年には、大東宮、森吉親王の領事を受けて南朝方勢力として行動している。シーン41が、某、松寺8ヶ寺、末社6ヶ社に僧兵を有していた王子の繁栄を忍ばせる大規模な本堂は、国宝で重要文化財は、仁王門、阿弥陀如来坐像をはじめ19件を数える。また安土桃山時代の枯山水名園、安養院庭園は国の名勝に指定されている。なお、現在塔頭は、龍造院、成就院、遍照院、安養院、観喜院の5が棒のみとなっている。泰山寺境内の内外は原生林が残る深森になっている。周辺の 55.9 ヘクタールは泰山寺風地地区として保護され、兵庫の森百選にも選ばれており、春は桜、秋は紅葉の名所として知られている。本堂仁王門三重塔転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大善別館による。泰山寺川に架かる赤い橋の向こうが奥の院神戸市営地下鉄、静清、山手線学園都市駅徒歩25分新木バス14、系統下車すぐ。ありがとうございます。